さあ、ちょっとクリボー RPG からは離れましてね、本編の方進めていきたいと思います。アハハハデミーに向かうことですね。ピーチ姫の声とスターンビーンズが手に入ったということで、アハハハデミーに、これ言いづらいな、アハハハデミーにゲラゲモーナがいるという豆小路の情報を聞きつけて、行くところです。その前にちょっと待ってね、おさらいを、はい、こういうことですね、行きましょう忘れたわ。というわけでここは防ぐ人がいなくなりましたね。通っていいぞという申し出を言いつかっている。なるほど、じゃあ行きましょう。ここのはアハデミーの入り口になります。あ、いるな、ちょっとなんか新しいのいるね。ノコノコくん、君はノコノコくんではないか。ただノコノコではないようだね、豆の子のようだねクッパ軍団とはちょっと違うやつがいるな。いきます、1、2と、まあ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 普通にいっちゃいましょう。そんな苦戦しないと思いますよ。レベルは上げといたんでね。どういう攻撃してくんの、普通めっちゃ普通だった。曲が不気味だわ学園だというのにこの曲の不気味さはやばいな。確かね、 GBA の時もっと怖かったんだよな。キャー、逃げろー。うわー、ハデミー研究生だ。これ確かなんか俺覚えてんぞ、怖いイベントあんの。ゲラゲモナの魔の手が迫ってるのか、それともちょっと待って、あれあるのかな、トラウマ。あって言っちゃったじゃん。ゲラモナアハデミーに入り込んじゃったりして、奴らこのアハデミーの博士たちをみんな化け物に変えちゃったりして、うぐうぐぐぐぐぐぐ、うわー、怖ー怖い、やっぱりこのイベント怖い、スルーできるんだけど怖い。レーザーブーチョか、悪い、倒させてもらう。あれ、え、タイル来るぞ。はい、あいたー、遅いのか、意外と遅いね。了解ですね。悪いね、え、怖いわこのイベント。ジャンピングブーツを手に入れた。なんだ、え、なにこれ、こんなのあったっけ、ジャンピングブーツ。あ、オンブの時はヘビー磁力、ライト磁力でも、あ、ありがてえな。生存率高いのはルイージだからそっちに持っとくか。そうだね、これはね、ブレなしジャンプはありがたいね。え、いけんのか。わ、綺麗になったな。 GBA の時に比べてだいぶ綺麗だ。で、ここはね、結構謎解きが多いんですよね、今までのステージと違って。直感的に行くのではなく、なんか光の当て方とかを、これ、こういうなんか光の当て方を駆使して、レーザーの先の扉を開いていくとか、そういうことも多いんでね。ちょっと頭使うんですよね、これ。なんだこれ。あ、なんかまずここにブロックあるから、これ叩くか。するとどうなる？はい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 。なるほど。何回か押せると。で、これは？あ、まずはここがなくなる。ということは、ということはだ、この扉に最終的に光を当てるということになるのかな？確か。ちょっと俺も謎解きは何周かしてるから覚えてはいるけど、光を向こうから、じゃあまず出してくるところからになりますかね。うわぁ！博士たちを、がいっぱいいる。レーザームーチョばっかじゃん。怖いわ。あーっと、あーごめん。あーっとって言っちゃったじゃん。当たり屋じゃねえか、もはやこれじゃん。怖いわ、君たち。じゃあ、やっぱりこの、チョッパーブロスで、行きましょうよ。この技、超強いんでね。はい、かさ、おら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 。やっぱ強えわ、これ。びっくりするぐらい強い。スーパーナッツだ。ありがてえ。あ、飛ばなくていい。なるほど。レーザームーチョの攻撃飛ばなくていいやつがある。あの、超、超近距離なら飛ばなくていいのか。なるほどね。覚えていこう。確かでもそうやった気がするわ、言われてみたら。言われてみたらそんな気がするわ。B、A？ あ！
これは、これは面白い敵がいますね。邪魔なのもいますね。わかります？これブルーウィルス、レッドウィルス、ドクターマリオです。ドクターマリオ出身ウイルス系統ですね。ただちょっと邪魔なのいるんで先にこいつを倒します。これはね、普通にマジで倒そうとするとめちゃくちゃめんどくさいので、ちょっととある法則を用いましょう。で、フラダンサーはちょっと邪魔なんで、まずこいつは邪魔なんでね、始末します。おら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 、始末！よし。え、どっちだっけな？レッドかブルーだっけな？こいつ、やばい、やっちゃった。黄色。黄色に変わったんで、これはこいつを叩きます。そうすると、赤に変わって揃うんです。こういう特殊な倒し方を用いるとめちゃくちゃ早いです。普通に倒すとめっちゃめんどくさいんで、はい、うわーあーアカデミックっぽいな。なんかさまざまな世代のさ、ハテナブロックがある。多分これね、叩くと危険だよ。説明、ほら、スーパーマリオワールドで使用されたブロックこんなあるの？わざわざそんな解説あるんだもんな。マリオストーリー使用されたあー、あったなー、これ。あ、こういう時はね、もう今はね、昔は実はこれメモ帳とか使ってたんですよ。楽なもありますよね。写真撮りは一発です。なんかいるぞ。あれ？メカクッパ？なんで？なんでいるの？てか敵多くね？これはちょっと待てよー。とりあえず、二体同時攻撃もしたいけど、これなんだ？大丈夫か？触れたらダメなんですか？多分触れたらダメっぽい。こいつから、ジャンプ始末で行きましょう。おら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 、触らない、キヒト。で、二体同時攻撃のバウンドブロスがあるんで、スクールエンベルム、そんなの？怖いんだけど、どっちどっち？はい。あー、なんだ、普通に来るタイプか。飛ぶよ！いやー、これ難しいな、本当に。あ、飛んじゃダメだった。くそくそ、下手くそだわ。くそ、もう、まだ分かってないね、ちゃんと。ちゃんと分かってないのは辛いわ。A、B、B、A。なんか帯電してんだよな。これは多分踏んじゃダメなやつだとは思うんだけど。来るね。よし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 、こういう感じか。タイミングを思ったより遅めだね。じゃあさっきこの状態にしたときにもう一回変えるってことになるのかな。よし、できた。こういう感じか。2つあんのちょっと気づかなかったな。 A 連打しちゃったのかな。オッケー。昔はこれをメモ帳したんですよ。いっぱいいんな。いっぱいいんな。でもこれ揃えて倒すだけだから。仕組みが分かって、ね。頭使うんだよ、お前らは。あえて、なんかもうお前らしかもさ、お前らなんか煽ってねえか？動きが煽ってんだよな。こうして黄色に変えて、多分これだと変わんないんだよな。でもこれだとブルーに変わるだけだから、本当は、あ、終わった。これ OK、 OK。 あー、気持ちいい。あー、ここか。これはチビとかモグリを使ってスイッチを押したりする形ですね。じゃあまずはこの鉄の感じは潜れない。一つずつ行きましょう。チビからハンマーを押す。するとどこかは開く。なるほど。あ、でもそっちが閉じる。ルイージに切り替えてハンマーを押す。すると二つが閉まると。しかし、ここにブロックが出るから、ここで Y を押す。あー、左右から出現するブロックに AB ボタンで衝撃型で実験。
なるほど、アクションだね完全に。 OK。 いやこれ、あ難しい2人でやる、え2つを見ないといけないやつだ。いやでも俺は普段音ゲーをやっている、普段音ゲーをやっている、大丈夫だ。普段音ゲーをやってる俺にとってね、いくつものノーツを見分けてきた僕にはね、あー早すぎいくつものノーツを見分けてきた僕にはね、これぐらい余裕のよっちゃんですよ。危ないんだけどなるほど、こういうのあんのか。全員一緒に変わるなさあこの場合キー、いや無理だね、一手じゃ変えれねえわ。バウンドブロス、その2人のこう同時攻撃できるバウンドブロスをしたところでこの局面は一気には変えられないんだよね、絶対無理だね。うん絶対無理だわ、俺の頭じゃ無理だ。二手じゃ変えれない、三人色が違うんだったらせいぜい一体変えるのが限度。あ、倒しちゃった、倒しちゃった、ちょ想像と違うんだよ。あーやばい、そういうことしてくるのね。でもこれはもうこうですね、これで黄色に変わります。てか割となんか君たち HP 減ったんだね。じゃあそれともこっちの火力が上がったのか。どこだここは、なんかある。これはあれだ、例のやつじゃないの。だからこれを今からねこうやっていくとねあーやばいやばいなんか樽をどっかに取ってこいってことね。了解了解、次はそういう感じか。お、なんだあれを、でもどうやって取る、スピンジャンプでいけるかな。あ、ギリギリいけんのか。とりあえずここになんかスイッチみたいなさっきあったよね、これを押すとどうなる。はい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 、通行が楽になった。あ、タオル、タル来た。じゃああれで大丈夫だね。まずはタルがこれで、でこっちには何もない。じゃあ、樽のとこ行きましょうか。あれ、あそこにも樽ができた。あれ、あそこにも樽があるって一体どういうことだ？二つ樽があったね、今。黄色が赤に変わります。黄色をまず叩きます。で、赤に変わって、これで OK。で、あとはあそこをホームランするだけです。レッドペッパー。まあ、簡単に行きましょう。はい。ポコンと行って、はい、よいしょ、ホームラン、オッケー。二つ樽があるというんじゃ、一体どういうことなんだろう。あ、そうか。この電力板に当てたいんだ。だから、どうすればいいんだろう。一回樽の様子を見てみる？どっちかの樽に入るのは間違いないんだけどな。どっちの樽に入ればこれを壊せるんだろう。乱反射させるみたいな感じだと思うんだけどな。ぱっと見怪しいのはこっちだよね。はい、あ、横に跳ね返るんだ。横なんだ全然予想つかない動きしてくれたけど、前に飛ぶわけじゃないんだね。あれ？え、あ、ちょっとルイージがどっか行っちゃったけど、ルイージどっか行っちゃったよルイージを迎えに行かないと。あ、やべ、これマリオソロだ。いやこれマリオソロで敵と戦うのつらいな。うわー、いる、ルイージのところまでこれで行くのだね。あぶれ、いやできるだけ戦闘避けたい避けたい避けたい、この戦闘は避けたいな。一人の戦闘は辛いって、マジで。あ、なんだ、取ってよかったのか。ははは、ちょっと待って待って、なんかどっかで見たこと、ちょっと待って。待って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 。はっはっは
なんかどっかで見たことあるぞ、これ。え、なんかどこかで見たことある、この感じのステージ。なんか上の一番上の姫を、あ上の一番上の姫をさ、助ける樽の転がしのゲームじゃん。絶対それじゃねえかよ、これ。ちょっと完全にこれも意識したでしょ、運営が。運営わざとでしょ、これ。ちょっと完全に入ってる。中がデイジー姫じゃないのが面白いな。はい。いけ、よし。え、持ってかれた、あ、まだ持ってかれんの。アハデミーちょこちょこ面白い、なんかネタ入れてくんな、やっぱこのステージ。あ、タル、あー、タルが。ちょっとルイージ絶対目回してんじゃん、なんかどこまで行くのあれって。おー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 、いや、その押し方、押し方が押し方雑すぎない？そんな雑に押せるんですか？スイッチって。あ、向かい、自分で行けるんだ。なんだ、また戻らなくてよかった。